奥奥野野総一郎君立憲民主党の奥野でございます今ほど、振藤筆頭から話がございましたけれどもお、国民投票法改正案3項目ですけれども、先ほど、我が党の反対を押し切って、えー、CM 規制等が含まれない国民投票法改正案が議院運営委員会で多数決によ,決によって、この憲法審査会に付託をされました。また先ほどの幹事会では 多数意見ということで、同法の法案の主説明が決められました。強く抗議をいたしたいと思います。昨年成立した、これ、私が立法を携わりましたけれども、国民投票法不足4条では、成功後3年を目途として、投票環境向上のための措置だけではなく、公平公正確保のための CM 規制、国民投票運動等の資金規制等について、 必要な法制上の措置、その他の措置を講ずることを求めているものであります。今回の今、ご説明があった与党法案は、投票環境の向上のための措置だけを手当てするものであり、CM 規制と公平公正を確保するための措置は含まれておりません。また、投票環境を向上のための措置は何も公職選挙法ならびだけのものにとどまりません。なぜ今回、公職選挙法に、票則を合わせるだけの3項目改正を優先させるのでしょうか。 これで発議の準備ができたと、そういうアリバイ作り、パフォーマンスではないんでしょうか、再三申し上げていますが、不足4条が設けられた趣旨から、1号、2号が求めているすべてについて、検討を行って、何らかの法制上の,その,他の措置が講じられるまでは、憲法改正発議は当然できません、今回、1号の一部の措置だけを講ずることの意味は全くないのでありまして、なぜ今日このタイミングでやるのかと。 とといいいうことは私は私意味がないと思まますす強く抗議を申し上げます、まあ、かつて中山太郎先生、これ、毎回申し上げていますが、この憲法審査会を作る際に、えー、憲法論議のあるべき姿として、えー、憲法論議は内閣でなく国会の責務権限であるべきこと、それは政権を争う野党対峙の論戦とは一線を画した全国民代表としての論議であるべきこと、そして憲法論議は、自己の理想の憲法像の主張にとどまるのではなく、最終的には3分の以上の多数派形成に向けた、 超党派的議論であるべきということでございますと述べて、みんなで考え、みんなで議論し、みんなで作るという姿勢を訴えておられます。これまではこういう姿勢がです、ね、ずっと守られてきたというふうに思います。これからもこういう姿勢をしっかり続けていかねばならないんですが、今回のやり方は、こうした審査会の精神を踏みにじるものではないでしょうか。後ほど説明する我が党が準備している国民民投票法改正案。 これは市として2号にかかるものでありますが、併せて議論を行い、しっかりとした民意が反映される国民投票法にすべきであります。今回の3項目、選考について重ねて講義をいたします。引き続き先週の議論のについて少し申し上げますが、先週の質疑の中で、民放連長原専務理事は、 時に感情に訴える、戦場的な影響力を持つとおっしゃる動画広告が、配信サービスを通じて大量に流れて SN、SNS を通じて大量に拡散される、そういう状況を果たして、国民投票を105が期待した国民が冷静に判断できる投票環境というのでしょうかと、現在の状況が、制定時の状況と異なっていることをお認めになられています、そして SN、SNS やネットでの動画広告の拡散を止めなければ、 テレビやラジオの CM を法律で禁止するその期間を国民投票運動期間中すべてに拡大したこれは言っていることでありますがしたとしても実効性が乏しいという種を述べられた上でネット規制について問題は本当に規制できるのだろうかという点であろうと思いますと述べていますそして結論として国民投票運動のすべての期間においてインターネット広告を含めて言論に対しては言論で対処する言論の自由市場で されることととにに任せればよいというこつのままではですね、資金の高が憲法改正国民投票の結果に影響を与える、例えば外国政府が我が国のお金を追い込んで、我が国の憲法改正を妨害してきたらどうなるんでしょうか、そうした場合はみすみす放置することになってしまいます。私が質問させていただきましたが、先週、 資金の高により憲法改正の結果が左右されかねないが、それでも言論の自由市場の淘汰に任せるべきと,かと,べきと考えているのかと伺いましたが、逆に CM の出して側の自主規制の話を持ち出されました。これ、進藤筆ともおっしゃっていますが、しかし、CM を出すのは政党だけではありません。さまざまな団体が CM を発注をします。えー、長原専自身がですね 例えば自民党を支援する国民会議とか、立憲民主党を勝手に応援する市民連合だとか、いろいろなことを、いろんなところのネット上の動画が出るということもおっしゃっておられました。ということは、やっぱり民法連自身も政党だけの自主規制では不十分だと認めておられるんですね。したがって、何らかの法的な措置は私は必要だと思います。立憲民主党は国民投票が、主権者たる国民が投票人団としての国家の重大な意思決定に関する行為であることを踏まえて、表現の自由と、 国民投票の公平・公正とのバランスが図れるよう、検討を重ね、新たな法律案を取りまとめています。連休明けにはあ国会に提出しようと思っています。えーまあ、ぜひ、えー、玉木代表、国民民主党にもおご賛同いただきたいと思っていますが、そのわれわれの法案では、具体的には国民投票運動、すなわち憲法改正案に対する賛否の勧誘の,の,のための放送広告は、主体をとは全期間にわたって禁止をしています。その上で政党については 賛否の関与だけではなく、賛否の意見表明、そしてインターネットの法律有料広告についても、禁止の証明、対象としています。なお、禁止の対象となる政党とは、国民投票、広報協議会を行う放送において、意見広告の薄を有する政党としていることから、意見表明の機会、その枠での CM は公平に保障されています。こうしたたたについいいてまずご議論いただきたい いうことで会長をお願いをいたしますそしてネッ,ト広告ネット広告規制については、先週、えー、公明党、北川幹事があ、少なくともネット広告については、ネットを通じて、えー、広告しようというならば、広告だということの明示、広告主の明示、えー、問い合わせ先のアドレスの明示が大事だと述べられて、えー、事業者団体でそ,のそういうことを決められないかという提案をなされていたかと思います。う全く同感でありまして まあこの我々の法案の中にも、そうした表示義務や事業者、特にプラットフォーマーになると思われま,ますが、そうした掲載基準の策定への努力義務を規定しているところであります。問題意識は同じだと思うんですね。この審査会でも法制局から紹介があったとおり、諸外国でも対応を検討しており、ドイツではネットワーク執行法、フランスでも同様の法案が制定されています。 えー、EU はプラットフォーマーへ署名を求め、行動機関に基づく実施取り組みは推進されていますが、それらが不十分な場合は、法的な規制についても取り組む可能性を明示しているわけであります。えー、ですから、まあ、法的な規制についてもしっかり検討していかなければなりませんし、それだけでもなかなか不十分なというのは、私も理解をしていますので、えー、資金規制ですね、これは新藤筆頭がまとめられたメモにもありますが、 運動資金規制をやってはどうでしょうか。我々の法案の中では、運動資金が特定の社や外国人に依存することを防ぐように、1人当たりの寄付の上限額、あるいは外国人寄付の受領禁止などの規制を規定してあります。資金の高で投票結果を左右させない、とりわけ外国政府に干渉させない、そうした公平公正な国民投票を実施するためには絶対に必要な措置ではないでしょうか。 運動資金規制についてもです、ね、集中討議を、あるいは参考人質疑を求めていきたいと思っております。いずれにしてもです、ね、この1号投票、投票環境の向上だけに絞って、議論をするというのは、私は拙速だと思いますし、全体としてパッケージできちんと議論をして、いいものを作っていくべきだと思います。パフォーマンスでで進めてていいいくべきではないとということを申し上げて 強く抗議をして私の発言といたします。以上です。次にミキケ。